新型コロナウイルスの感染拡大による休校が長引く中、政府が検討を始めた9月入学、始業について、3000人近い研究者らで作る一般社団法人日本教育学会、広田照之会長は11日、時間をかけた丁寧な社会的論議が必要であると考え、政府に対して拙速な導入を決定しないよう求める、との声明を発表した。22日に論点、問題点を整理した提言書を発表するという、声明では、9月入学論が浮上した背景に、休校による学習の遅れや行事の削減への子どもや教師らの不安があるとして、こうした声や心配には真摯に耳を傾けることが必要とした。その上で、仮に今年9月から導入すると、来年度の義務教育開始、小学校入学、年齢が最高で7歳5ヶ月と世界でも異例の高年齢になる、4から8月までの学費は誰が負担するか、企業の採用時期とのズレなど多くの問題が生じると指摘。コロナウイルス下で生じている問題の解決策として請求に実施することに問題があると主張した。4月末に東京都の小池百合子知事や大阪府の吉村博文知事らがグローバルスタンダードなどを理由に導入を強く主張し、安倍晋三首相も前広に検討と発言したことについて、同学会の広田会長は、はっきり言って、教育の制度も実態もあまりご存じない方がメリットだけを注目して議論されている、と厳しく批判した。宮崎誠